どうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミ安坂です。今日も行きましょう。マツダ660です。こちら e スカイアクティブ D を、のエンジン今乗っております。こちらはだから 3.3 リッターディーゼルに153ニュートンぐらいですね、16馬力ぐらいを発生する電動モーター、マイルドハイブリッド方式ですよ、こちらは。でエンジンだけでも 3.3 リッターディーゼルなので、もう250数馬力ありますし、トルクも550ニュートンあるので、550ニュートンのエンジンに対して153ニュートンのモーターが加わってるって、もうこれで加速は何にも言う必要ないでしょ。もう力強さは試すまでもないっていうぐらいです。で今回僕が改めて、まあ先日御殿場で試乗会があって、まあその動画はもうお伝えしましたけれども、改めてです。なんでこんな早く、まあ都内で乗るかって、やっぱ乗り心地の部分、ちょっとこれはね、確認したかった。自分の知ってる路面で確認したかった。で、一番は、要は乗り心地じゃないですか。で、これはね、改めて、あ、そういうことなんだっていうのは、まず、順番で言っていこうかな。あ、順番で言うと話したいこと忘れちゃうから、まず、今思ってる話したい順序で言った方がいいかな。乗り心地、御殿場で言ってたほど僕そこまで硬くないと思う。硬い、柔らかいで言ったら硬いです。硬い。だからこれ柔らかいなんて言うつもりはないです。低速はやっぱ硬いです。でも、その硬さはどのぐらいっていうと、例えばテスラのモデル Y で感じてた硬さ、19インチの硬さよりか、硬くないかな、あれと同等かな、あれより硬くないと思うな。今率直に思うのは、御殿場の路面って結構荒れてるんだなっていうのは今思うところです。逆に言えば、普段僕が走ってるこの芝公園あたりからお台場の周辺とか、そのあたりって結構乗り心地というか路面が綺麗なんだなっていうのはちょっと思ったところですね。で、正確に言うと、動き出してからは動くんですよ、よく。その動き出す瞬間のちょっとフリクションって、僕らはサスペンションで言うと言うんですけれども、初動抵抗みたいなもんです。だから最初グッてちょっと動きづらくて、その耐えようとしちゃうんだけども、動き出してからはそうやって動くみたいな、だからそういうようなフィーリングですよ。硬くないかって言われたら、いや硬いです、初動抵抗あるのでっていう、そういうイメージですかね。で僕ピロボールでどんどん粉慣れてくるはずだっていうようなお話、まあメーカーの方も言ってたので、でそこで、まあ僕の動画ね、全部ちゃんと見ていただける方は理解ちゃんとしていただいてるんですけど、要所要所つまみ食いとか、パッと最初の方だけ見て、なんとなく、あ、こうなんだろうな、ゴミちゃん言いたいことはみたいな感じで、もう見るのやめちゃうみたいな、だから最後まで見てもらえばいいんですけど、なんとなくその起承転結で僕動画の構成で考えてるので、だからそれで言うと、ピロボールだから硬いって思ってる人いるんですけど、全然違うんですよ。そんなこと一言も言ってないですから。ピロボールだから硬いんじゃないですよ。だったらレーシングカー使うわけないんですよ。ピロボールで、これ簡単な話だから、永久部品として考えるから硬いっていう風に捉えてください。要はピロボールでガタが出ちゃうと音とかも発生するし大変なんですよ。耐久性とか音とかが発生しないようにピロボールを仕上げようとした時に、永久部品として交換部品じゃないっていう形で、10万キロ走ろうが10年ぐらいのろうが、ガタが来ないようにピロボールをやろうなんて言ったら、普通ピロボール扱ってる方からしてみたら、車にピロボール与えて10年間ガタつきなしで使いこなせって言われたら、いやちょっと無理でしょってみんな言うぐらいなんですよ。でもそれを、マツダはこれをやろうとしちゃっていて、その代わりに何がそれが起きるかっていうと、やっぱ最初の新車時というか新品時がめちゃくちゃ硬くなっちゃってんですよ。ピロボールが渋くなっちゃってんですよ。締めてるから、そのクリアランスとかもグリスというのかな、まあ、超硬いのを入れてるんだと思います。じゃないと経年変化に耐えられないんで、ピロボールだから硬いと思ってる方いたら全然ブーブーの話です。ピロボールでも全然もっと乗り心地よくなるものはあり、だからピロボールを僕はなんか勘違いして伝わってほしくないんですよ。だからピロボールで永久部品をやろうとするといろんなことが起きるっていう。でも、ピロボールはブッシュとかを使わないので、路面からの入力であるとかの入力がダイレクトにドンって伝わってくることは伝わってくる。通常のゴムブッシュと比べたら、そこだけで言ったら電波は、衝撃の電波のスピードも緩和も減衰
水特性もないのでドンって来るんですけど、だから乗り心地が悪いんでしょとかじゃないですから。そんな端的なもので車の乗り味なんて決まるんだったら、もうみんな乗り味なんて困ってないですよ。設計段階で全部のいろんな兼ね合いでもって決まっていくので、なんかだからそこでも一人歩きしちゃったんですよ。言葉がピロボール硬いんだねみたいなじゃないんですよ。そんな端的なものだったら本当ね、苦労しない。車はそういう考えでいくと、いやマルチリンクサスペンションいいんでしょって言ったら、マルチリンクだからいいわけじゃないんですよっていう、そういう話なんですよ。トーションビームだからダメとかっていうわけでもないんですよ。だから そういうなんかね、決めつけ系はちょっとやめた方が。これすげえ後ろ見える。へえ、まあ上も開放感いいですね。じゃあスポーツ、じゃあ行きましょう。3、2、1、ゴー。ういー、すげえ。すっげえ引っ張るね、これ。いや、僕ね、もっとジャンプすると思ったんですよ。携帯はみ出してきちゃいましたけど、もっとジャンプすると思ったら、ジャンプしなかった。すごいね、パッて浮き上がろうとした時に、それも一瞬なんか KPC とか、うまくそれリアブレーキ使うのかな？浮き上がろうとした車体が下側にフッて引っ張られるような動きがありました。今このダンパー、あの 足回りというか、この車の動き自身が。面白かった。だからいつものジャンプダウルじゃないですか。で、結構いい加速というか、まあ、ほんと力強い加速するんですよ。で、ジャンプすると思って、ふわっとして、その後、ボヨーンって結構僕になると思ったら、ドンって、だからこれやっぱね、スポーツ SUV なんですよ。なんか感覚的に。CX60 は、通常の感覚で言うと、スポーツ SUV です。っていう捉え方で乗ってください。その時に、わ、スポーツ SUV としてっていう期待感でもって乗った時に、それを一切裏切らないハンドルの手応えがあります。よく曲がります。車のフラットライド感すごくあります。で、それに加えて、いや、これだけのハンドリング持ってて、このフラットライド感ある中で、このスポーツ SUV って考えた時に、乗り心地良くないって多分高速道路はなると思います。っていう捉え方の方が、これは本質なんだと思います。なんか僕あの御殿場の時に、そのファミリー SUV みたいな形で最初パッと挑み出すと、うわ、ちょっと街中硬いねから入っちゃったんですけど、でもその後の仕上がりとかで考えると、これは乗り味は松田さんが持ってるので言うと、多分ねスポーツ SUV なんだろうな。だから BMW とかで言ったらノーマルじゃなくて、これ M スポーなんですよ。ゴージャ借りて博士がうちまで持ってきてもらったんですけど、で博士が、僕はまあいつも一言聞くんですけど、どうって言ったら、いや BMW みたいですみたいな、まあやっぱそういう感じなんですよ、味なんですよ。だからまあそれが本質なんだろうな。だからスポーツ SUV として触れていただくと、あ、乗り心地いい、これならいいじゃんって、すげえしっかりしてるじゃん。でスポーツ SUV って捉えると、ハンドルの重さも納得。ハンドルの重さは女性の方ですと、もしかしたら、その女性でもいろんな好みあると思うんですけど、男性よりも結構女性の好みって分かれるんじゃないかなと思って、車との対話の仕方というのか、まあ触れ合いの仕方が全然違ったり、もう本当道具として使う方から、だから本当車好きの方までいらっしゃると思うので、でも道具として、お買い物車として捉えた時にハンドルはちょっと重めだと思います。それはあります。いや、しかしね、乗り心地これ、決して悪くないと思うけど、まあ高速道路はもともと御殿場でも悪くなかったので、で、ちょっと運転支援もいつもの感じで、さあ今ハンドルも結構任してまーす。ちょっと車間距離を開けてあげて、この先、右カーブです。さあこの右カーブ、僕だったらここあたりで切る。っていうところで微妙に切れてると思うんですけど、これ多分カメラに映んないですね、この微妙な切れ。やばいぐらい微妙に切るな、この車。これ、運転支援の中で、こんなに微妙にハンドルをじわって切るのはないかもしれない。今こういう風に僕が指を添えてハンドルを持ってた時に、指の表面の皮がちょっとキュッて持ってかれるようなテンション。そのぐらいから繊細に切れました、これ。
結構これすごいですね。そういうハンドルの切り方、開発のドライバーとかの教育とかでそういう教え方する方もいらっしゃると思います。あの日産とかの加藤さんとかそういう教え方なんじゃないのかな。ほんとハンドルを繊細に切ってってこの時のフィーリング取ろうぜみたいな、そこで結構車仕上げるみたいな。でもほんとそのぐらいね、繊細にほんとハンドルって切っていくといろんな気づきがあるんですけど、で運転支援のハンドル操作がそのレベルをやっていた今。これ結構運転支援としてもうだから車足もやっぱ相当締まってるんだな。やっぱピロボールすごいと思う。だからこのピロボールをこのレベルで使いこなしてるっていうのがすげえんだな。走り慣れた道で走るとすっごいいろんなことがよくわかる。ほんとよくわかります。このフラットライド感も悪くない。やっぱシートもね、やっぱいいです。なんか体がビシッと立つんすよ、シートも。な、もう不思議なことは不思議な通りで、御殿場だろうが東京だろうが、不思議なフィーリングは不思議なフィーリングですね。で、なんか、柔らかさの中に芯があるというのか、硬さの中に柔らかさがあるというのか、だから相反するような領域がちょっと混在してるような感じで、な、まあ、そのフィーリングはあるんですけど、なんだろう、ほんと不思議っていう表現がぴったりなんだよな。でその不思議さに慣れてっちゃうんすよ。慣れてくとこれが自然になる。うお、すげえ旋回するし、それでいて過敏じゃないですもんね。これがすごいとこなんすよ。で今こんだけハンドル切って過敏さが出ないじゃないですか。でもすっげえよく曲がるんすよ。だからね、この車はわけわからんのですよ、ちょっと。だからその原因は多分 KPC なんだと思うんですよ。さっき言ったようなハンドルをほんのちょっと切ってからちゃんと反応しますぐらい緩みをなくした時って、そういう足回りって、例えば今僕がやったようなあんなちょっとラフな操作をやろうもんなら、もうクイ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 もっとねセンシティブに動いちゃうわけですよ、普通は。でもセンシティブに動かないじゃないですか。そこがね、またこの車のすごいところなんですよ。だから柔らかさの中になんか硬さがあるとか、硬さの中に柔らかさがあるとか、シャープなんだけどもそこの中にマイルドさを持ってるとか、だからなんかね、そのあたりがすっごいうまい。これはね、マツダは僕の中で言うと KPC ロードスターから始まりましたけれども、今後多分 KPC とか、まあ GVEC からも始まってるんですけど、やっぱね、これマツダワールドですよ。スバルが一番最初になんかスバルらしさみたいな、僕の中で言えば統一感で、そのシンメトリカル AWD、 あの安定感とか安心感、タフさみたいなところで、やっぱスバルじゃないとねみたいな囲い込みみたいなのを僕は成功したと思っていて、でその後最近で言えばエクストレール、そう、明日ちなみにエクストレールとこの車比べます。マリオさん呼んでます。いつものEから比較やります。結果どうなるか僕も全く分かりません。でエクストレールも僕囲い込みこれから結構成功すると思うんですよ。それでいうとマツダもこれから囲い込み相当成功すると思います。これマツダ車1回乗ると多分次マツダ車自然と選ぶと思います。このフィーリング、車寄せに車いつも博士に持ってきてもらうんですけど、そこで車を僕最初パッと見た時のこの存在感とかステータス性とか、そういうのも結構僕見てるんですよ。でこの車のステータス性は想像以上に高かったです。やっぱ大きいで、塗装も綺麗だし、面が綺麗だし、デザイン綺麗だし、そこに、なんて言うんでしょうね。結構その存在感が嫌味なくあったんですよ。それはそれで凄さだと思います。この車の魅力として、やっぱ押さえとかないといけない要素だと思います。まあそういうステータス性とかすげえ高いじゃんとかは新しい発見であったんですけど、逆にいつもの道走ってちょっと気になる要素として、エンジンの存在感が停車時から、例えばエンジンかけます。このエンジンかかる時のブルンって言った時のなんかね、ちょっとなんて言うんだろう、エンジンかかった瞬間の振動だろうな、爆発の、それがちょっと気になるかな。鋭い系の金属振動があるなっていう。これちょっと加速ウィューッとして前に入れさせてもらおう。ごめんなさいね。はい。でも電動モーターがあるせいかすげえ加速がいい。これもさっきやっぱね、いつもの走り慣れた道を走るといろんな
状況がわかる。例えば都内って意外とね、なんかちょっとヒュッと加速したい場面とか意外とあるんですよ。なんか交通変化が激しいというのか、そのちょっとした加速を瞬時にしたいですとか、そういうのにもすっごい応えますこの車。っていうか全然乗り心地そんなに僕が言うほどじゃないな、ほんと御殿場で言ってた。でも今40キロオーバーで出てるので、この車が硬いところは30キロとか20キロなんですけど、あんまりその30、20で移動っていうのがないな、普段の感覚で言うと。御殿場の僕の動画を見てから試乗車乗り入って、なんて言うんでしょう、いやゴミちゃん言ってるほど硬くねえよって思った人結構いらっしゃると思います。同じ感覚でこの走り比べた時に、まあだから御殿場の道がちょっと荒れてたんだろうなっていうのが一つはあるんですけれども、意外と硬くねえじゃんって思った方も結構いらっしゃると思うな。あー、いやちょっとこれわかんないです、わかんないです。ちょっと今僕が言葉に困っちゃってるのは何かって言われると、一つ足がこれ、いやーそんなことやらんよな。だからこれ個体差なんだろうな、これ個体差っていう捉え方をしてもいいんだろうな。今、航続距離じゃない、オドメーター6380キロです。御殿場で乗った車両は4000キロの車両でした。で、それで言うと2000キロ余分に走ってるので、その分足がこなれたんですって言われたら、いや、そうなんですかで終わる話。いや、でも2000キロ走っただけでこれだけこなれるんでは、多分、最後ガタが出ると思います、このピロボール。だからこれ個体差だと思いますね。もう一つ言うと、個体差にしてはちょっと差があるんですよ。御殿場で乗った車両と、こちらの今東京で乗った車両で、まず個体差があります。距離が違います。道が違います。違うもの尽くしでこれ囲まれちゃってんですよ。で、明らかに御殿場で乗った車両よりも、こっちの方が僕は印象がいいんです。で、これであれば、棒が結構硬い硬い連発していた、あれは撤回させてくださいっていうぐらいなんですよ。でも、硬いことは硬いです。でも、スポーツ SUV って捉えた時に、まあ多くの方が、あ、まあこれならいいじゃんって、ハンドリング気持ちいいしとか、まあ高速道路で言った通りですけれども、そのフィーリングになるはずなんですよ。で、問題は、そこまで路面が違うのか、御殿場と東京でって言った時に、これはちょっと違うと思います。やっぱ東京って路面ちょっと綺麗なんだと思いますっていうのは改めて少し思ったところですっていうのと、とは言いながらもちょっと僕の知ってる足の動きともちょっと違うんですよ。 CX-60 のさっき明確に僕が狙って30キロ以下とかで走ったじゃないですか。その時の足の最初の初期抵抗のところ、初期初動のところが、初期初動って一緒だな、初動抵抗のところがこっちちょっと緩和されてる感触なんですよ。で、疑いたくないんですけど、これ後方車スペシャルだったら嫌だなって僕は思っただけです。個体差だって言われたら、あ、そうですか。でも個体差でこれありすぎじゃないのって感じ。御殿場で乗った車両と比べると。今30キロです。ここも荒れてます、荒れてます、荒れてます、荒れてます。意外と揺れないでしょ？激しく揺れないでしょ？もっとね、突き上げベースでガッツリ入ってくるぐらい揺れるのが、あ、ここ、来ます。いやーこれ耐えられるな、御殿場で感じたようなあの刺激系のあの鋭い入力ではない。これ公式でリプロかけられてるなんてことないですよね。足回りそんなのはないよな。まだだって出たばっかだもん。なんしょうね。まあ何にせよ結果だけちょっと宮さん自身で本当すいません、こういう結果になるとは思わなかった。まあそのぐらい逆に言えば御殿場で乗ったのとちょっと違う。でも、マナブさんが赤い、CX-60 をずっと乗ってた時に、相変わらず結構硬いねっていうのは言っていた。相変わらずっていうような感覚で言っていたから、だからマナブさんが乗った個体としては、感覚としては変わってなかったっていう話だから、それで言うと、リプロとかがかけられてるわけではないってことか。だからそれで言うと、個体差っていうのが言えんのかな。はい、ここ段差。40キロです。
それであれば硬いっていうよりも、いや、すっきり感のある乗り味ねっていう、そういう感触です。スポーツカーにありがちな減衰特性が良くてすっきりとしてるねって、無駄なとこ動いてないよねっていう、コンフォート性とかラグジュアリー系のやっぱ快適な乗り味だねとは言わないです。でも、あ、スポーティーな乗り味でいいじゃんっていう、 その一言で尽きると思います。で、僕が御殿場で乗った時っていうのはスポーティーだねっていう言葉がそんなはっきりとこんな明確に出ないじゃないですか。狙いとしてはラグジュアリーだねって、その中でちょっと硬さあるねみたいな、でもハンドリングいいよねみたいな感じ方をしてたんですけど、今こっちの車に乗るとスポーティーだねって、ほんとね、そこが一番の違いなんですよ。だからこれ車がね、ほんと違うんですよ。最初に走り出した時の最初のコロってタイヤが転がってから数十メーターで感じる車の基礎特性みたいなところが全然違うんですよ。こっちちゃんと足が初動抵抗少なく動くんですよ。だからスポーツ SUV だねっていう感触になるんですよ。なんかこれちょっとわからん。これはボスにまとめてもらおう。ちょっとこれは難産です。ちょっと話それますけど、動画のこれ表現でやっぱ編集力っていうのがあって、まあゴルフで例えると、まあショートコースみたいな、まあ考え方でティーショットを打つのが、まあ演者も取る人ですよ、僕ですよ。だから僕ができるんだったらなるべく2パット圏内、要はグリーンオンさせて、どうにか2パット圏内、もしくはうまくいったらバーディー取れますよみたいな形のところに乗せるまでが僕の仕事。最後カップインさせるのはもう編集の仕事、だからボスの仕事だって僕は思ってるんですね。なるべく編集がしやすいように撮影しなければ、だからティーショット打たなければっていういつも思ってるんですけど、今回は結構あかんすね。バンカー入れたような気分。久々にバンカー入りさせてますね。だからグリーンにオンしてないです、これ。だからボスがどういう風に、まあだから今回はボスの編集能力が、はい。どういう風にやるんでしょうね。多分これ、カートップとかの原稿で僕がこんな感じの原稿出したとしたら、ボス半分ぐらい書き直すと思うな、多分。はい、そんなような。もうこれだったら、聞き書きした方が早かったですって言われそうですけど、現実問題、ちょっとこの答えだけで、ちょっと現、まあ、レポートするっていう形で言うと、そのまま率直にお伝えするというと、スポーツ SUV で、そのレベルはというと、M スポーツって感じです。BMW で言えば、ノーマルモデルではなくて、M スポーツ。っていう、そういう兼ね合いですね。だから、ちょっと締め上がってるよ、スポーツサスついてるよって、でも、振動の収束とかも少なくて、結構スッキリしてるよっていう。で、御殿場で感じたような、いや、これ硬いわっていう、低速走行の硬さすごいわって、そこまで、ね、意識する必要はないんじゃないのかなっていうのは感じるところ。でもだから自分の家の周りがすげえ路面荒れてるんだよっていう方は、ちょっと実際本当試乗した方がいいと思います。これ荒れてる路面になった時に明確にバチバチ出るのかもしれないですし、今この個体が足回りがなんかちょっと手が加わってんのかもしれないし、ちょっとよくわかんないです。ごめんなさい、そこは本当よくわかんないです。もういつも通り素直に思ったまんま言ってます。そのぐらい足が変わったんちゃうのっていうぐらい、これ乗り味がちょっと本当違うので、うん、って思ってください。だからこの乗り味だけで言うと、前回僕マツダを応援するっていう意味で75点をつけさせていただきましたけども、これ素で75点です。応援するとかの気持ちをプラスしたこれ78点とかいくと思います。そのぐらい乗り心地の印象、硬さの印象がちょっとスポイルされてます。マイルドになってます。この乗り味で最初から御殿場でも申し切ってたとしたら、全然印象は違ったと思います。うん、そのぐらい、うん、好感触っていうところですね。結果としてこれが一番明確かもしれないです。乗ってください。皆さん自身、マツダさんのディーラーに行って試乗をして、普段自分がよく走りますっていう道を走った時にどう感じるのか、これが全てだと思います。そこで判断してもらうのがいいかと思います。っていうのにつきますかね。うん、今都内、都心部とかをこういう風に普段の僕がいつもテストしてる道を走る分においては、これ全然結構おすすめの部類に入ってくる乗り合いです。スポーツ SUV としてはっていうところで、で、さらに3、2、1、5! もう超加速は力強いので、レスポンスもいいので、まあそういった意味でとっても気持ちよく乗れるし、ステータス性高いし、デザインかっこいいし、室内広いし、いいと思います。
ということで、まあ明日マリオさんとこの車また乗っていろいろと喋りたいと思うので、まあそこでちょっとマリオさんの意見も聞きたいな、この乗り味どう思うのか。ちょっとマリオさんのね感覚ってちょっと僕とまたすごい違くて、あのすごいね刺激を受けるので、ぜひともあの比較動画も見てください。うん、あれはマリオさんはね面白いんですよ、感覚だから。スバルの AWD の中で育て上げられた感性を磨いてきた方、僕はどっちかというとレーシングとかスポーツの世界で BMW とかを良いと考えながら育ってきた感覚なので、でその中で何気になんとなくメルセデスのあのふわっとした感じも大好きな中で、実はアメ車大好きみたいな、緩んだ車も大好きみたいな、だから僕なんかちょっと変わってんのかもしれないですけど、はい。まあ何にせよ、ちょっと78点ですよ。これ、今のこの答えだけで言ったら78点、僕は、あの、うん、愛って、うん、与えてもいいなって、僕は思います。さあ、どうでしょう。CX60、硬い、柔らかい、いろんな論争を、要所要所のところで、コミュニティでは、うん、なんか騒ぎになってるっていうのも、ちょっと聞いたこともありますけれども、さあこれでさらに困惑する動画になったのではないでしょうか。困惑させるのが目的ではないです。まあ思った通り起きていることをそのまま僕がただ単に素直に伝えてるだけです。ちょっと今度松田の方に聞いていきます。これ本当なんかやってないのか本当不安不安、そこ一番不安。まあということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。まあ簡単におまけ動画内外装、もう3分で撮っておきますので、まあそちらを見ていただければ幸いです。ではでは失礼いたします。イカレフォー。さあ、試乗編が超長くなったので、これ、長々やるとまたね、すっごい怒られそうなので、これね、でもエンジンかけるとき、ほら、この、かっこいいでしょ？このスタート。なんですよ。もうこういったとこから CX60 なんかね、ほんとプレミアム市場にもう全力でなんか戦い挑んでるっていう感触はありますね。まあシフトは相変わらず、これもう好みあんのかな？僕はあんま使いやすいと思わないんだよな。もうこのまま延長線上。だから P だけが右側に列があるので、これがね、まあ今のところまだ慣れないですね。で、これサンルーフ12万円ついております。まあだからオプションを全部入れると、これ544万円ぐらいの車両になりますね。車としては普通のディーゼルのエクスクルーシブモダンですので、あのハイブリッドですけれども、だから510万円の車両になりますけど、そこにオプションがいろいろついてという、やっぱこれ存在感あるわ。博士が最初駐車場を持ってきた時に、もう車持ってきた時に、いや、すごかったですもんね。白の、まあ、膨張色も関わるとは思うんですけれども、これで全長は4740です。改めまして。で幅は1890、ギリギリ 1.9m を切っております。高さは1685になります。ホイールベース2870ですね。車両重量はもう約2トンです。1940kg この車であります。まあしかしながらもう 3.3 リッターのディーゼルで、これで254馬力の550Nm で、そこにモーターが 16.3 馬力で 153Nm のモーターが加わるので、もう十分すぎる力があるので、これでひ弱なんていうのは感じないかと思います。まあ何にせよ興味を抱いた方は、まあ皆さんの代表としてなんか試乗してる気分ではあるんですけれども、すいません、今回だけは、皆さんの代表として乗ったんですけども、改めて言います、皆さん自身でこれはちょっと試乗して硬い柔らかいの判断は皆さんにちょっとお任せいたします。ちょっとね個体差かもしれない、だからそこがね結果出てないので、うん、皆さん自身で確認をした方がなんかいい気がしてしょうがない。ちょっとコメントにも欲しいですね。いや俺試乗したけどこれだったら全然大丈夫だったよとか、いやちょっと荒れたとこきつかったよとか、なんかこの車の感じだったよとか、うん、なんかねそういうちょっと皆さんの生の声が少し欲しい感触はあります。なのでみんなで仕上げよう、いいカライフ動画、久々にちょっとご協力いただければ幸いです。試乗された方ぜひともコメント欄に、あの過去の動画にもしていただいたかもしれないですけども、今改めてこの動画にもしていただければ幸いです。